韓国外相。ジェソミア破棄を検討、がネットではない。内容はこちら。カン・ギョンファ長官がジェソミア破棄について言及したようです。では、記事の一部を引用し、ご紹介いたします。韓国外交部のカン・ギョンファ長官は、30日、韓日の軍事情報包括保護協定、ジェソミアの延長に関して、状況の展開によって協定破棄を検討する可能性もあると明らかにした。また、政府がすぐにでもジェソミア破棄の意思を明確に公表すべきだとする野党、民主平和党議員の要求に対しては、政府の意思は固く、確実だ、と答えた。ジェソミア破棄は絶対にするなと、アメリカに釘を刺されていませんでしたか？そんなことをすれば、中国、ロシア、日本に加え、アメリカも敵に回すことになりませんか？韓国さん、大丈夫なの？では次に、ネットユーザーの声の一部をご紹介いたします。まずはこちら。GSOMIA って、なんて発音すればいいのか？毎回迷う。ジェソミアです。次はこちら。これ、ボルトンのマグナムが、被覆だろわら。それやめると言った時に、アメリカ劇起こしてたやんわら。ジェソミアを破棄してアメリカが切れても、知りませんよ。大丈夫なんですか？次はこちら。ガースーやるな。ガースーの煽りに乗った感じなのでしょうか？まさかね。最後はこちら。断交現実味出てきた。ここまで日韓関係がこじれてしまっては、もはやお互い距離を取ることが一番の優遇策だと思います。これからもっとひどくなる可能性もありますし、その判断も必要だと思います。結論。日韓関係はもはや修復不可能と言わざるを得ないほど、関係が悪化しました。それもこれも韓国主導で行われた政策によるものです。韓国自体がそれを認めない限り、状況はまだまだ悪化するでしょう。日本側は決して折れないと思います。韓国側が折れるしか、解決の道はありません。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。